みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほとにみです。イエーイ。なんか久しぶりですね、しまさん。なんかさ、しほとって言ったのめっちゃ久しぶりなんだけど。最近ね、あの姉妹でこう動画を撮るってことがほんと減っちゃって、うんうん、ね、久々にね、今日は休日だし、しほりみでね動画を撮りたいんですけど、はあ、久しぶりにこうなんか2人でね雑談っていうのもいいんじゃないかと思って。もう姉妹でさ、最近喋ることってあんまないじゃん、機会的に。あるよ、結構あるよ。そうなの？めっちゃ喋ったじゃんね、うちらね。そうなんだ、じゃあそういう会話をさ、動画でもさ、はい、していこうと思います。はい、イエーイ。なんか乗り気じゃない人が一人いますけど、そこに。ですね、ということで雑談なんですけども、何話します？最近読んだ漫画でも話しますか？嫌だ嫌だ。あのね、あ、嫌だ。でもあの今日あの洗濯をね、片したんです。もう私洗濯で片すときに毎回リミと一緒にやるとめっちゃ変なことが起きるんですね、本当に。なんか2人ともハイテンションすぎてもおかしいみたいな、あるよね。だからあるじゃん。なんかね、めっちゃハイテンションなの2人とも。なんかね、だからあのさ、洗濯畳ってさ、正直嫌じゃん、めんどくさいじゃん、だるーってこうやるじゃん。するとさ、土曜もってした空気じゃん。だから2人とも多分気持ち的にさ、明るくなろうとなんかしてるんだろうね。だからなんか2人とも超ハイテンションになって、ふわふわとか言いながら、それは言ってない。私か、それは。それは私か。しーちゃんでも言ってた。私言ってなかった。なんかさ、音楽かけてさ、なんか2人で歌ってなかったこの前。リミは歌ってない。私だけ歌ってたの。なんかめっちゃ歌いながらね、洗濯物ね畳んだりしてたのな。へー、本当に、うん、洗濯物を畳むときは必ず音楽かけてね、うん、私がめっちゃハイテンションになるっていう。それにつられてリミも歌うっていうね。歌わない。で、歌ってたじゃん、リミこの前。そう、うん、この前歌ってたよ。何歌ってた？わかんないけど、なんか社会不適合。え、そんな歌を歌ったの？ダンデゲ痛い痛いのーってめっちゃ病んでる曲が歌ってて、生きづらい暗い暗い未来にはほらちちんぷいって歌ってたんです。そうだっけ？歌ったじゃん一緒に。で、二人で合唱してさ、みんな社会不適合ダンデゲってね、あのね、洗濯物をこうかけながらね、歌ってたんですっていう。忘れた。楽しそうだね。何でも楽しくなっちゃうもん。何でも楽しくなっちゃう。実は仲良くなんだね、今でも。そうなのかね。けどそれぐらいだよ、本当に。最近喧嘩してない。おお、最近喧嘩してないって。なぜかって？うん。喋ってないからさ。え、喋ってないの？喋ってないよ。あ、そうなんだ。今ずっとヘッドホンしてた。あ、なんでこんなとか言うじゃん。ゲームね、うん、今のリミの真似です。リミの真似だよ。で、私がアニメとか見てとか言うじゃん、うん、だからほとんど喋んないわけ。確かに。だからこう動画もね、必然的にね。そう、だから動画も必然的にリミはリミはしほしほってなってるんだけど。そう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 。あ、洗濯物もさ、やっぱりやるじゃん。そう、だからみんなで、ママ、ね、社会不適合なんで痛い痛いのって言ってるわけ。そうなの？うん、ねえ。今日は歌わなかったけどさ。今日は歌わなかったの、うん、しーちゃんはね、超歌ってた。超歌ってた。しーちゃんいつもノリノリだもんね、歌ね。ノリノリだよね。マジで。リミはね、カゴで、ね、演奏してたよ。何で演奏してた？カゴで？カゴと、うん、あのハンガーで。うん、あ歌は歌わないけど、一応こう乗ってたんだ。うん、あとリミね、鼻歌歌ってくれんの。へえ。ね、鼻歌？うん。歌ってた？見せてたじゃん、この前。そうだ。うん、鼻歌ならいいよって言って。へえ。歌ってって言うとね、嫌、うん、だって言われるから、うん、じゃあ鼻歌。まあ鼻歌はいいかとか言って。って
あの歌はいいんだ。謎の理屈がよくわかんなくてさ、本当にさ、なんで歌をダメなのに鼻歌はいいのかちょっとよくわかんないよねっていう。鼻歌は。リミさんどう思いますか。歌は声出すじゃん。鼻歌は声出します。鼻歌はいい。違う。歌はなんかあいうえおとか言うじゃん。あいうえお。どういうこと？日本語ね。鼻歌はさあ声だけじゃん。うん、声じゃん。声だよ。そうだよ、声だよ。ん？何言ってるんですか？声、声。わあ。なんで笑うの？ツボ？大丈夫？みんな大丈夫？ん？しんちゃん、おたまおかしいんじゃない？君の方がおかしいよ。ママの横顔変。あ、じゃあ、はい、じゃあ今からママの横顔が変という件について考えていきたいと思います。やだ、やめてそれ。はい、ママのどこが変なのでしょうか。リミさん、理由を聞かせてください。なんか、顎が出てる。いいの、顎出てる。つまり、お母様はしゃくれてるということでいいでしょうか。え、ママしゃくれてる。しゃくれてる。それとも、虹色ということでいいでしょうか。鏡で見たら。鏡で見たら別にしゃくれてなくね。横顔にして。横顔、ほら。何？ママ見ないで横顔。ママ見ないでこう。誰が見ない？ちょっとしゃくれてない？そう？しゃくれてる？お母様はしゃくれていました。しゃくれてんかい。やだ、そんな討論会。もうやだ、この討論会やだ。やめよう。やめよう、ちょっと、はい、もうやめようか。はい、やめよう。じゃあさ、最近どう？学校は。学校のことについてとか。学校楽しいよ。どんな感じかなっていう。あー、けどやっぱ6年生とかとなると忙しいよね、うん、5年生とかに比べて。そっか、まあ、みんな、あの全国の6年生みんな言うと思うけど、うん、まあ大変だよね。けどなんか、うん、なんか1年生よりかは明らかに充実してるなっていうのがわかる。うん、やっぱ1年生とかってさ、みんな知らない人だし、おとなしくしてんじゃん。で、6年生とか来てさ、あ、6年生ここじゃん。うん、けどなんか6年生はもう1年生から5年生まで友達がいるわけよ。うん、だからめっちゃなんか、なんていうのかな、素を出せるっていうか。まあね、約6年、まだ6年ぴったりじゃないけど、うん、先生とかも知り合いとかが多いから、ね、あ、先生とか気軽に話せるわけよ。うん、1年生の子は誰だこの人、誰だこの人、まあね、誰だこの人となるわけでしょ。だから、ね、どっちかというと充実してるなと思う。うん、充実してますか。充実してますね。リミさんはどうですか、最近学校は。学校生活はどうですか。何この顔、とぼけた顔。ただいこの顔はどうですか。席替えしたい。席替えしたい。私この前、今の席に不満があるんですか。何ですか。もうあの席ずっとでつまんない。あ、つまんないの。え、最近席替え全然してないの。7月してない。あ、そうなんだ。そういえばその話で思い出したけど、私席替えしてそう。うん、めっちゃ窓側になった。一番窓側、一番廊下側の後ろから2番目、うん、そう、廊下側の後ろから2番目。あら、だからね、めっちゃね、当たりづらくて、手あげても全くこっち側しか刺されないの。そうなの。先生、見えてないの。全然ね、だから私透明になったかなっていうぐらい。へー、刺されないの。困っちゃうね。刺されたい人だもんね。刺されたくない人だもんね。困っちゃうね。めっちゃ刺されにくいの。へー、1日に2回ぐらい刺されるけど、うん、刺されにくい。うーん、同じかな、頻度としても。一緒じゃない。一緒かな。私がだってそんな1人何回も当たっちゃったら全員当てられないじゃん。確かにね。2回も当たれば十分じゃね。うん、確かに。1日いいかもね。まあそう、まあ、もっともっといっぱい手を挙げる頻度が高い授業とかだったら別だけど、普通にさ、考えたらそれぐらい。しーちゃんがいっぱい発表してるから刺されないんじゃない。目立つ人はさ、刺しにくいよね、きっとね。そっか。あの、全然挙げてなくて、1人2人ポツポツって挙げるときはもちろん刺すと思うけど、リミみたいな子が突然挙げたら絶対リミみたいな子刺すじゃん、先生も。あ、今日リミさんが手挙げてる、リミさんみたいになるじゃん。絶対そうな
なるよね。なるなるなる。リミ最近どうですか、ちゃんと発表できてますか。できてない。してない。してない。じゃあ今度個人面談で言われるね。リミちゃん、リミさんはですね、発表しもしゃんない。ああ学校で言葉喋ってる、クラスの中で言葉発してる、ちゃんと、あいいよとか言ってる、教室の中で言葉発せてる、今日ねパン食べたんだ美味しかったよとか言ってる。そんなこと誰に言うの。突然、うん、聞いて、今日パン食べたんだけどね超美味しかったって言えてる、ちょっと言えてる。休み時間いっぱい話す。あ、休み時間はいっぱい話す、お友達パン美味しかったって、パン美味しかったってパン、パン。どんな会話をするの、リミちゃんは学校で。わかんない。わかんない。